はい、今回の豆腐対決ですね、はい、答えが割れました。あ、割れるだろうな。難しい。しかも1対5でございます。1対5でございます。1対5でございます。ちなみに自信ある、自信あった人、自信ある人、自信あります。自信ある2人は A と答えました。じゃあ A いってください。そっちいってください。 A でいってください。え、和斎さんは A でございます。じゃあ佐藤さんとこっち、はい、この中の誰かだけ B です。もう分かっちゃってる。佐藤さんは A です。嘘。そして俺も A です。というわけで1対5で、ただ俺全然自信ないぞ。これはやばい、これはやばい。俺自信ない、俺はほんとちょっと自信がない、自信がない。で、パイセンが珍しく味でジャッジしてたからなおさら自信自信、一番早かったのはりょうくん。ほんと A ですね。これ最後にこれ自信ありますって言ってたんだよ。え、羽鳥さん、なんかさっき料理に使うなら選んだ方じゃない方って。そう、料理に使うならそっち。それなんでなんですか？あっさりしてる。こっちの方があっさりしてた。俺こっちの方がね、食感硬かったじゃん、はい、A の方が食感硬くて、はい、ただ大豆の風味俺は B も十分したんだよね。ですか。十分したから、ちょっと料理で使うんだったら、あのこっち使っちゃったらなんか台無しになっちゃう。なんかわかんない、また台無しだし。皆さん、はい、うん、じゃあ皆さん、はい、はい、はい、いや、これ結構、あ、今回、今回怖いな。いや、今回怖いな。ちなみに羽鳥さん負けたら、負け越しない。え、もうモザイク行きです。モザイク処理です。ただ勝ったらもう勝ち越しですから。じゃあお願いします、ジャッジの皆さん。じゃあ言ってください。はい、正解は A でした。さっきお前なんつった？インスタグラムでキッチンハトリやってます。さっきお前なんつったの？だから料理で使うならそっち。まあそれ高いもんね。え、高いもんね。あ、そういうことだったの。あ、なるほどだった。いやー、もうハトリさんったら負け越しで、じゃあ今多分そろそろ佐藤さんと並びますよ。佐藤さんと本当の危ない。並びますよ、そろそろ。あーい。というわけで、じゃあ動画 OK です。ありがとうございます。よし、じゃあちょっともう一回食べてみましょう。どっちが A ですか？大きい方。こっちが A でしょ。どっちが A ですか？そうです、そうです。お皿が大きい方。俺ちょっと難しかった。俺最初 A 食べた時に、こっちが高いの？俺 A 食べた時に、うん、いつものだなと思った、正直。こっちが高いの、ね、いつもの感はあった。僕もいつものだなと思った。俺もそう言ってたよね。いつものだなと思った、うん、だからじゃあ待って、いつものよりいつもより安かったんですよ、こっちの方は、うん。ちょっと本当に難しかった。マジで。じゃあ次回は金額差がもっとある水にしますか。水。まあまあそれでもいい。700円の水と 100円ぐらいの水。手差し掛けた方が露骨に違う場合がある。いつもいいものを食べちゃう。炭酸いい。いいものってほどのいいものじゃなかったってことですか、うちは。いつもいいもの食べてるから。これで9戦目だっけ。これ9戦、次10戦目です。9戦目で高い。4勝5敗、4勝5敗同士。あ、並んだ。よし。ライバル、ライバル。やすいね。あ、そろそろ5割。モザイクがなくなるかもしれない。マジかー。じゃあ、というわけで。ありがとうございました。ありがとうございました。